はい、皆さんこんにちは。ネット物販講師の黒沢です。今回は情報商材屋の一番悪いところは情報商材の売り方を売るところだという話をさせていただきたいと思います。10年前から連綿と受け継がれている悪しき慣習なんですが、一見情報商材屋さんって何かしらの自分が別に思い入れもない商売を一つのテーマとしてピックアップしたら、それについての情報商材を作って販売するっていうスタイルを行う人たちだっていう認識があると思うんですが、そこが終わりじゃないんですね。情報商材の一番悪いところはネズミ講だとかマルチ商法同様、そういった形で情報商材を作って売ると儲かりますよっていうやり方をアップセルして信者の人たちに売ることによって、自分の2番煎じ3番煎じというか、うさんくさいコピーロボットをどんどん増殖させていくっていうところにあります。情報商材の売り方を教えるっていうのをバックエンドに持ってくることによって、その情報商材屋さんもより儲かるわけですよね。こういったことを受け継いで受け継いで受け継いで、どんどんネズミ算式に増えていってしまうので、結果的に未だにうさんくさい、なんやねんこの人っていう人が次から次へウゴのタケノコのように生まれてくるっていう状況になってしまっているんです。例えば学生起業家で短期間で成り気になったタイプの人ってよくいるじゃないですか。あとは自分は会社に入って1年ぐらいで会社を退社してフリーのウェブプログラマーとして実績を出して、今はそのコンテンツ売ってますみたいな人いますよね。名前言っちゃうとユージさんとかなんですけれども、そういう人たちの経歴冷静に見てみると、単純に時間的に自分が出している情報商材に関して長い時間取り組んできた人なのかっていうと、そうじゃないですよね。はい、先に今回の論点をお伝えします。情報商材屋の悪いところは、情報商材を販売することだけではなく、情報商材の売り方を販売するという点にあります。情報商材を購入した人などにさらにアップセールをかけて、情報商材の売り方を教えることによって、第2、第3のうさんくさい自分を作り出すというのはかなりの悪行だと考えています。さらにその後、今ご覧いただいている4つの生き残り方を模索する傾向にあります。1つ目は、ネタ切れした場合、自分のビジネスではなく、誰かしらと一緒にコラボセミナーを行って、別のビジネスについて情報発信をし出すというやり方。二つ目は節税という名の逃亡をするために海外移住するというやり方。これによって実質的に雲隠れしたりだとか責任追及を逃れるような効果があります。三つ目、自分の名前が汚れた場合は雲隠れをします。その代わり客寄せパンダを前に立てて、自分は後ろからその人を操るという方向に進みがちです。四つ目、そもそも深く根を張って一つのビジネスにしっかりと向き合っているわけではないので、そのビジネスがうまくいかなくなった場合、そのビジネスで短期的に稼いだお金を使って別事業を展開していく。結果的にピョンヤンのハリボテの建物のように、とにかくたくさんの事業をどんどん展開しているにもかかわらず、一つ一つの事業はあまりうまくいっていないという謎の事業展開を行うようなスタイルになりがちです。私の個人的な感想なんですが、鴨頭さんや池早さん、ユージさんのような方々はこの1から4のどれかもしくは全部の形態を取っているように思います。特に3番のご自身の名前は出さずに誰かを前に出してビジネスを行うというやり方は、一見したところその人が出てこないので分かりづらいですから、判別つきづらい厄介な方法になりますし、例えばユージさんももしかしたらすでに裏で誰かが手ぐすねを引いていて、ユージさんご自身が操り人形になっている可能性すらあるわけです。こういった情報商材屋の特徴として、俺的ビジネス論のような抽象的な話、精神的な話をドヤ顔で行いがちだったり、肩書きを頻繁に変えがちだったりします。最近はウェブ制作から SNS マーケッターに転向する人っていうのはこのパターンが多い気がいたします。ネット物販業界一つとっても、こういった古代広告を出してうさんくさい情報商材屋の端くれみたいな行動を行いがちの人たちもいらっしゃいますので、何か気になった点、ご不明点などありましたら、ぜひツイッターで DM を送っていただければ幸いです。無職だった人が1年後に送り人になった、億万長者になったみたいなパターンのドラマチックな動画を出されている方多いですが、1年ってそこまで実績詰めますかと。私もネット物販の講師やってますけれども、まずはじめは15人規模の寺子屋みたいな小さなネット物販スクールの運営をやってました。その中で物販と関わっていく中で、自分が徐々に教える側に回っていった。しかしながらはじめは副担任みたいな立ち位置で、講師見習いみたいな期間があって、何年もやった後で独立して会社を立てて、自分自身でコンサルティングっていうのをやり始めたっていう
流れがあるんですよ。さらに言えば、自分は二十歳前後から教育業界にいましたから、プロの家庭教師、日本語教師、英会話講師、塾の主任講師と10年ぐらいずっと下積み時代があった上でネット物販講師になっているっていう状況なんですね。どのビジネスだって、どの業界だって、人に教えるっていう一つの技能を取ったって、やっぱり何年も何年も経験を培っていないと、本当にいいコンテンツが作れるかと、コンサルティングができるかっていうと、それはなかなか難しいと思います。100歩譲ってウェブプログラマーとしては相当な技能を持っていたとしても、ウェブプログラマーとして活動するその技能と、ウェブプログラミングを教えるっていうエデュケーション、教育の技能っていうのは全く別のものなんですよ。だから長くウェブプログラマーとしてやっていたからといって、ウェブプログラマーの講師として優秀かどうかっていうのは分けて考えなければいけない問題だっていうのもポイントになってきます。さて、話を戻しますと、学生起業家だとか新卒系の人たちっていうのが1年で送り人になりました、億万長者なりきになりましたっていうことは、冷静に俯瞰的に見てみると、スキルなしで、もしくはスキルが未熟な状態で情報商材を作ったんですよっていうことになります。必ずイコールではないんですが、その場合何かしらの既存の情報商材、もしくはスクールなどのコンテンツをパクってる疑惑っていうのがどうしても出てきてしまうわけです。実際ユージさんはテックアカデミーの教材をパクっているということが問題になりました。また学生起業家だとか顔が幼いあどけない人たちの特徴として、 SNS でドヤ顔で抽象的なビジネス論を語るっていう傾向があるように私は感じられます。ビジネスとはこうだとか、人生とはこうだっていうのをめちゃめちゃ調子こいたような視点から生きて言っている、 SNS で発信している、それって何かっていうと、虚像を構築するっていう状況なんですね。少ない技術の中で、場合によってはパクりながら情報商材を作って、それを自分の虚像を通して売ることによってようやく販売できる、一時的には一発屋の花火みたいに儲かったかもしれないですけれども、こういうスタイルでそもそも情報商材屋として有名になった人たちが最後の自分のネタとして出すものは、あなたも情報商材を作って私みたいに億万長者になりましょうねっていうネタになってくると思うんです。だからそういう人たちは情報商材の売り方を売るっていう方向に走りがちで、これをやってしまうと結局第2第3の自分みたいな人間をまた作り出して、虚像を作って、情報商材を適当に作って頒布して、で集まってきた信者に対してまた情報商材の売り方を売るっていうネズミ講悪循環になってしまうのを私は危惧しています。というわけで、今回は情報商材ビジネスの一番悪い部分、一番根深いというか元凶になっている部分は、誰かが情報商材を販売するっていうことよりも、その情報商材を販売するやり方を周りに広めて第2第3の情報商材屋を生み出してしまっていることだっていう話をさせていただくと同時に、学生起業家だとか大学をすぐ卒業してどうこうみたいなことを言ってる人たちって、もちろんめちゃめちゃ才能ある方もいらっしゃると思うので、ジッパ人からげに言うのはよろしくないことだと思いますが、普通に考えると無職の人、学生さんが1年で成り気になる手法ってなかなか持ってで、うさんくさい部分だったり不自然な部分が存在してるんじゃないかと。要するに、種をまいて芽が出たら、1年経ったらちょっとは成長するかもしれないけれども、縄文杉みたいな大木に1年後成長してたら、それはいくらなんでも不自然な状況なわけですよ。しかし彼らはそうなっちゃってる人が多いので、うがった見方をすれば、ボディビルで言うとステロイドのユーザーみたいに不自然な筋肉のつき方をしている。ビジネスで言えば虚像を構築したり、自分の等身大以上の行動をとっている可能性が高いので、情報商材の売り方を売るようなタイプの人っていうのは、私はかなり警戒した方がいいと個人的には思ってます。焦燥感に駆られていたりすると、うさんくさいなとか、このやり方違うんじゃないかって思っても、右も左もわからない分野ですから、そういう風にしなきゃいけないよって言われたら、そういう風にしなきゃいけないのかなって普通は思っちゃいますよね。正直、自分もマーケティングやセールスのテ
クニックっていうのを学んだこともあれば、やらされたこともあれば、プロダクトローンチという8000万円規模の大きなキャンペーンに参加していたこともあれば、他のプロダクトローンチ、その動画の編集も何本か携わっていたことすらあります。情弱だからこそかもられるし、情弱だからこそうさんくさいやり方もやらなければいけないんじゃないかと思ってやってしまうことももしかしたらあるかもしれない。少なくとも私はありましたが、自制自戒の念も込めてお話ししたいこととすれば、地味で地道なんですよ、どんな商売も。でもそのやり方っていうのが、木がちょっとずつ成長していくように、ものすごく自然な流れで少しずつ商売を展開していくことができますから、瞬間移動やワープ、魔法の手法みたいなものは存在していませんので、そこはある種諦めていただいて、地に足をつけて進んでいくっていうことにぜひ注力していただければなと思っております。最後までご清聴くださりありがとうございました。